立憲民主党のガバナンスは完全に崩壊。本田平直議員が議員辞職へ。でも、このような結末がまかり通って、本当に近代政党として未来はあるのでしょうか。はい、こんばんは。参議院議員の時田俊です。今日の Vlog もスタートしていきたいと思います。7月の28日にこちら収録をしていますけども、昨日の27日、立憲民主党の本田議員がですね、記者会見を行いまして、まあ、離党すると。立憲民主党を離党をして、そして、比例復活で、比例選出の議員である以上、筋を通して議員辞職をするということを表明されました。そして先ほどですね、衆議院の方に議員辞職をする意向が正式に提出されるということで、まあ、議員辞職をされたわけでございます。でこの経緯としてはですね、何度かこの Vlog、YouTube でも触れてまいりましたけども、まあ、本田平直議員が、まあ、ワーキンググループの議論の中で、まあ、50歳と40歳が、性的行為をしても、その同意があればですね、認められる場合があるんじゃないかと、まあ、いうことをかなり強い口調で、まあ、講師の方やその場にいた人たちの前でですね、言い放ったと、まあ、いうことがマスコミに報じられまして、まあ、これが大きな問題になったと、いうことで、ありまして、その後、立憲民主党の中で、調査などが行われてですね、まあ、様々な報告書が、提出をされて、まあ、立憲民主党としてはですね、最初は口頭での厳重注意処分ということで、まあ、ことを済ませる発表をされてたんですが、それを翻してですね、まあ、党員資格停止処分と、まあ、いう、沙汰を下したわけですね。で、これに対してですね、本田議員は徹底抗戦の構えで、いやいや、ちょっとおかしいだろうと、まあ、一度下された処分はですね、まあ、もう一度さらにこう、屋上を重ねて、もう一度こう、審査があってですね、党員資格停止処分、まあ、もう選挙が近いわけですから、1年間の党員資格停止処分ということは、もう立憲民主党から出馬できないということですから、これはもう政治家辞めろと、まあ、一回議員はお休みしなさいと、まあ言うですね。まあかなり死刑宣告に近い処分なわけですから、まあ本田議員はかなり抵抗してですね、自分にもこの釈明の場を少なくとも設けるべきだと、手続きが厳正に行われていないんじゃないかと、まあいうことでですね、まあ徹底抗戦の構えを見せていたわけですね。で、この状況が一変したのがですね、産経新聞の記事です。立民本田氏、12歳と21歳だってないとは言えない、ワーキングチーム、寺田座長が意見書ということで、これがですね、26日に産経新聞がすっぱ抜いて、記事になりました。これも大きな話題になったんですが、まあこれはですね、もう本当にね、非常にですね、読んでて私も気分が悪くなるぐらい、なんでしょうね、いろんな意味で内容がえぐいものだったんですけども、本田議員がですね、まあ寺田さんと、まあワーキンググループ、その、本田平直議員が問題発言をしたとするワーキングチームの、まあリーダーである寺田さんにちょっと腹割って二人で話そうじゃないかと、まあいうことでですね、まあ5月の下旬に、6月にですね、こう会ったらみたいなんですね。で、そこの場をね、寺田さんが、まあ録音を、二人の会話を録音をしていたと。で、それが、まあ要は、で、それで寺田さんはその録音に基づいて、事実に基づいて、報告書を、党内に提出し、そしてその報告書が、何らかの形でマスコミにリークをされて、産経新聞であるとか、あとはフリージャーナリストの方とかも持ってるみたいなんですけども、こう手に入れて記事化されたと、まあ、いうことなんですよね。でね、もうこれ何が恐ろしいかってね、まあ発言内容も私はそもそもこの本田さんの性的行為のね、同意年齢についても、本田さんの考えとは違いますし、本田さんの考えは、認められないと、正しくないと私は思いますし、このね、産経新聞の記事の中にあっている発言も、まあ不適切というかですね、その公然の場で、行った政治家が行ったら、これはあかんねやろというような発言が多いとは思います。例えばですね、この産経新聞の記事によると、本田氏はこういった発言をしているということですね。今たくさん14歳15歳から誘っている例があるから、23歳とかをみんなフェミニストの人たちは男が騙してセックスさせるもんだと思っているんだけど、今時代が変わってきていて、お金のためとか興味のためとか本当に惚れて、まあ誘うこともある、そのことを分かっていないから、などと発言の意図を説明したと、まあ、いうことになってます。まあ、さらにですね。まあ、こういう発言もあったと。じゃあ33歳と15歳。微妙なところね。僕にとって一番有利な議論は21歳なんだけどね。21歳と15歳に認められるべきケースもある。12歳と21歳だってないとは言えないけど、そんなこと言ったらキリがないから、今の性交同意年齢はどこかに基準を置かないといけないと思う。とも発言した。書いてありますね。さらに、まあ、さらに続きます。また個別面会の時に、強姦された女性をフォローしているという建前で、女性解放運動をやってる人たちと喧嘩した。かわいそうな、真摯な恋愛かもしれないけど、14歳とセックスして、ふとした瞬間親にバレて、会社員としての生活を棒に振った24歳もいるわけだよ。12歳とまで真剣な恋愛、というですね。
あともう一個ですね、14歳とまで真剣な恋愛があり得る。恋愛があればセックスをするのは自然だとの考え方は、若年層の脆弱性、保護の必要性に関する認識が欠如していると、これはもう本田氏の発言じゃないですね、すいません、今のはこれは寺田氏の意見書の内容でしたけども、まあこういった、数々のこの、本田さんの発言がですね、生々しく記載された、報告書が寺田座長の手によって、作成されて、まあそれが公的にはどこにもまだ発表されていないのに、産経新聞の紙面上で今私が紹介したような生々しい発言が、こう掲載されたと。まあ当然ですね、このような生々しい発言に関しては、まあ性被害の当事者であるとか、それを支援する団体とかから激しい非難が、巻き起こるわけで、これで万事休すと。もう本田議員はですね、議員職を、自ら、選択を、することに、なった、わけですね。で、これについてですね、まあ、非常にね、私はこれは、政党のガバナンス、組織のガバナンスとして大きな問題がはらんでいるというふうに思います。もちろん今のこの私が、産経新聞の記事の中から紹介したような発言が、本田議員がですね、当事者の方の前でするとか、どっか公的な場で、もう公開されることが前提の場でしたとすれば、それはもう一発レッドカードになってもおかしくない発言の数々だとは思いますが、でもこれ、寺田議員と二人っきりのですね、腹割って話そうじゃないかということで、二人っきりで行った会話の場面なわけですよね。これはですね、私はそもそも自民党であれ、立憲民主党であれ、維新の党で、まあ維新の会であれ、もう本当に党内とかね、非公開の場で行われた議論のその一部がですね、この都合がいいとこだけ切り取られてですね、報じられるということ自体は私はあまり良くないことだと思います。そういうことはね、まかり通ると、やっぱりこの、組織の中にもね、ライバルがいますから、どんどんリークをして、マスコミが書いて批判を起こると、まあ、いうことになります。ただね、一方で政治家というのは非公開の場であれ、なんであれ、自分の発言にはもう24時間365日、責任を持つべきだと、という意見も、わかります。だからまあそれがマスコミが報じてですね、まあすっぱ抜いて、もうこう、マスコミの取材努力によって発言内容、非公開の場の発言内容を入手して報じる、そして一般の有権者から批判が巻き起こる。まあここまではね、仕方がない、ある意味では仕方がないことだと思います。ただこれにですね、その批判に乗じてですね、党が組織として処分を下す、なんてことになると、これはもうね、全く別次元の話に行くわけですよね。こんなことがね、で、これをもとに党が、その録音、個人の非公開の場での会話とかの録音をもとに、党が処分を下したりとかですね、まあそういうことがもう事実上行われるということであればですね、これはもう本当ね、政党内の会話とか会議とか全部 IC レコーダーでみんな持ち歩いて、まあ今 iPhone とかですぐ録音できますからね、もう全部自衛のためにね、録音せざるを得ない。そしてその録音を使って攻撃をしてですね、相手を貶める。まあそういうことがね、もう平然とまかり通って、で、そんなことが平然とまかり通れば、当然自由活発な議論なんてことはできないと思いますので、これはもう政策集団としての死を意味するわけですよね。もう近代政党の手をなせないと、まあいうことに私はなってしまうんじゃないかなというふうに、もう非常にこれは強い危惧をするものであります。あとですね、この手続きの問題ですね。やっぱり議員の出処進退に関わることですから、この党員資格停止処分なりなんなりということを、やっぱりやるときは、あるいは除名とかやるときはですね、まあ我が党も、まあ東京維新の会の例で言ってもですね、お恥ずかしながらこれまでそういった処分を、する事態が発生したことあります。で、もうこんなの即座除名だろうと、もう世間一般から見たらね、思われるような案件であってもですね、やっぱ叱るべき会議を開いて検討して、過去の事例とかの、過去の事例における処分のこの傾聴とですね、比較をして妥当なものであるかというのをちゃんと、やっぱしっかりとですね、みんなで議論して検討して、そして本人から異議申し立てがあれば、それをまあ一旦は受け入れる、まあそういう体制を作ってから処分はね、発表するわけですよね。こういった手続きがしっかり行われてたかというとですね、まあ本田議員によればこれは行われていなかったということですし、まあ多くの同僚議員の、立憲民主党の同僚議員の方々もこの手続きの瑕疵というのを強く指摘しているところであります。で、まあ、今回はですね、まあ、本田議員は自主的にね、記者会見し辞職、まあ、離党して辞職したんだと。だから別にいいんだというような無理筋な擁護をする方もいるんですが、それはいくらでもないですよね。まあ、今回はもう、本田さんも言ってるように、離党をもう促されて、枝野代表から離党を促されたこともあるし、もうこの議員職、まあ、1年間の党員資格停止処分が、まだ正式発表されてないとはいえ、もう明日にも決まるという状況っていうのは、これはもう、明らかにですね、圧倒的にもう、この本田さんを、もう追い込んでった、もう爪腹を切らしたわけですよね。もう前腹を切れというメッセージを出し続けたわけですから、いや、ほんとこの報道が出てですね、もう批判が巻き起こって、本田さんが自主的にそれを受け止めて、離党なり辞職するということであれば、それはもうとやかく言うことじゃないですけども、一連の党のこの対応が、一旦は厳重注意処分に留めたはずなのに、もう一回調査が始まって、本人の言い分も聞かずに、党員資格停止処分という言葉が独り歩きして、それはもう、正式に下されそうになったと。この一連の経緯を見ればですね、やっぱりこれは組織としてのガバナンスに問題があったことは、私はまあ一目瞭然だというふうに思います。なので本当にこれは、他党のことでありますけども、私がブログでもこの YouTube で取り上げて寄付をしているのは、繰り返しになりますが、こういった本当、内部のですね、公開されるはずがない、本当議員間の、もう、秘書すら入らない、議員同士の会話、
が録音されていて、その一部が、一部だと思うんですよ。全部聞いたらね、印象が変わることって結構あると思うんですよね。でもその一部がですね、少なくともマスコミにリークをされて、角度をつけて報じられる。そしてその報道に基づいて、議員の出処進退が、まあ事実上決められてしまう。まあこういうことがまかり通ればですね、私はこれ近代政党として非常に危機的な状況になりますし、これはまあ立憲民主党の対応はあまりにもお粗末だったと思いますけども、これが万が一にもですね、他の政党には私は波及してほしくないというふうに思いますので、まあこれは本当多山の石としてですね、多山の石として我々も重々肝に銘じて、同じようなことが起きないように党内手続きはしっかりと、この手続きはしっかり厳正化をしてですね、まあそして非公開の会議は非公開の会議、まあそれがもちろん政治家の発言ですから何らかの形で外に伝わって批判を受けることあったとしても、まあそれは党内の処分であるとか組織的な動きとは一線を引くような、まあこのけじめのつけ方というかですね、その有権者がどう判断するかということと、組織としてどのような手続きをし、どのような処分を下すのか、ここにはね、明確な線引きをしっかりとしていくということをですね、私も、この組織の中でできるように努力をしてまいりたいと考えておりますので、まあ、引き続き皆様からのご指導、ご鞭撻もいただきながらですね、やっていきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録などお願い申し上げまして、今日の Vlog とさせていただきたいと思います。それではまた次回、さよなら。